シースカウトは1908年に結成された国際的なスカウト運動の一つ。その活動はカヤック、カヌー、ブネその他の手漕ぎ船などによる海洋、河川、故障など水に基づく活動に特化しているのが特徴である。シースカウトは搬送、ボートによる巡航、航海術、エンジンの働きなどを学ぶ機会を提供するが、 所属する国を呼び利用できる水券、船舶の代償などによって活動の内容は異なっている。またシースカウトはしばしばレガッタ競争に参加することでも知られる。シースカウトの活動はすべてのスカウト活動の中で最も古いプログラムの一つであるとも言える。スカウト運動の創始者、ロバート・ベーデン・パウエル卿は彼の家系である海軍の伝統の中で成長した。 1872年15歳だった BP は兄の折りたたみ式のカヌーによるクロスカントリー旅行に同行した。彼らはテントに泊まり焚き火で料理した。このことから BP が後日自らのスカウトとしての生涯は C スカウトとして始まったと書いたのも少しも不思議ではない。イングランドで実施されたキャンプファイアにおいてより年長のスカウトたちは ボートの管理及び船舶操縦術について学ぶことに興味を持ってほしいという希望を BP が表明したとき、シースカウトはその活動をスタートすることとなった。彼は青年たちが自国の感染上における駅務に従事する準備を彼ら自身でさせることに重きを置いた。シースカウト活動は BP の2位、ワーリントン・ベーデン・パウエルによって導かれることとなった。 1908年8月、BEP は、イギリスハンプシャーのバックラーズハードで、個人的なキャンプを行い、それが、シースカウトのスタートとなった。ワーリントン・ベーデン・パウエルは、シースカウトのハンドブック、シースカウティングシーマンシップ・フォア・ボーイズを1910年に、書き上げ、それには、b p 教による全文が付けられた。この本は、 英国の青年たちに熱狂的に受け入れられ、すぐに他の国々へも広がっていった。ワーリントン・ベーデン・パウエルは、また、カヌートラベリング、ログ・オブ、エイ・クルーズ・オン・ザ・バルチック、アンド・プラクティカル・ヒンツ・オン・ビルディング・アンド・フィッティング、カヌーズの著者でもある。イギリスでは10の18歳の少年を対象としたシー・カデッツがあり、国防省が資金の半分を出し、イギリス海軍が、 ボランティアで活動をサポートしている。1924年12月、湯谷か蔵海軍少将、小山武け海軍少将、原道田海軍大佐らによって大日本、東京海洋少年団が結成されたのが、日本における、シースカウトの明けぼのである。1925年3月、少年団日本連盟に海洋部が設置された。 1927年8月、少年団日本連盟海洋部と江田島海軍兵学校の主催により初の全国海洋少年団合同訓練が行われ、887名のスカウトが参加した。また、同年9月には、北海道大学水産専門部からお所ろ丸が払い下げられた。1928年、少年団日本連盟第3回総会において、 日本連盟規約が改正され、加盟団は、ボーイスカウト、シースカウト、スカウトの掟を従うようしない、少年団に分類されることとなった。海洋検事部の指導者には、海軍関係者が多く、そのため1930年代に起こる、大日本少年団連盟への陸軍の干渉を嫌い、1938年には、大日本海洋少年団連盟として、分離独立した。 大日本海洋少年団連盟は1941年の大日本青少年団結成には加わらず、1945年6月に解散するまであくまでも独立した青少年団体として存在した。戦後、占領軍の海軍解体方針のために、CIE は海洋少年団の復活を認めず、 海洋少年団が復活するのは占領終了後の1951年のことである。1951年5月、海上保安庁と平和の海協会によって少年会の会が発足し、同年7月5日に名称を日本海洋少年団連盟と変更した。現在は、スカウティング組織ではなく、国際海洋少年団協会に所属する。 シーカデットとしての活動を行っている。戦後のボーイスカウトにおいては、シースカウトは海洋を主にスカウト活動の場とするベンチャースカウトやローバースカウトのこととされる。ボーイスカウト、日本連盟の教育規定には、シースカウトの制服や進歩カメの具体的な定めはないが、一般に独自のユニフォームや海洋訓練を実施するプログラムを持っている。沖縄県で、 初めて結成され、ついで、兵庫県西宮市に誕生したが、いずれも現存しない。ユーロシーは、ヨーロッパ地域スカウト機構が3年ごとに開催する、シースカウトの大会である。開催国と年度は、以下の通り。ありがとうございます。